トリノツペダンソートです。ホラーゲーム企画から説明第421弾はこちらのゲーム、ザ・ライトエンディングやっていこうと思います、えー。こちらのゲームはですね、PT 風ホラーゲームみたいなんですけども、なんかこの白いニョーンと出てるやつ、えー、こいつが襲ってくるみたいですね。で、このウェブサイトから見てる形式っていうところで、若干察してる人は察してるかもしれないんですけども、多分それなりに怖いと思うんですよね。ただね、ちょっと翻訳を見てほしい。右端。<laughs> このタイトルのね、ザ・ライトエンディングっていうのが。 <laughs> 右端っていう翻訳の仕方はもうこれだけで俺はもうこのゲーム今日やろうって思ったまあ翻訳が合ってる合ってないとかはもう野暮な話なのよ左端か右端かこれだけが問題なんですよねということでじゃあ早速 <laughs> やっていきましょうスタート取り詰め何このすごいメニュー画面物悪しげなピアノ聞いてこれ <laughs> プレス P でプレイ行こうさあ来た ということでやっていきましょう。あら、すごいね。レンガ作りのドアみたいなの。で、こっから、ま、PT みたいにループを繰り返しながらやっていくわけだよね。で、その道中に、あの、にょーんとした白いやつが襲ってくんだろうな。結構、あの、いわゆるジャンプ要素。あのー、バーンとびっくりするような要素で、ね、あると思うんで、気をつけてね。ま、俺叫ぶんだけど、絶対に。さあ、バスルーム。うん。かなり質素な作りしてるけど。 あーシャワールームみたいなところ開けらんないのかなじゃあ、こっちの部屋かな一応見てみようか。あー開いたね。よしよしよし。あらでも、意外、あ意外と何部屋かあるな。謎の小部屋ね。うん。<laughs> ホラーゲームちょいちょいあるよね。謎の小部屋ね。結局これ何のために作ったんだろうっていう謎の小部屋ね。うーん、ここのドアは開かないのかなあ鍵があるね。よし、取った。 うわでもなんか絵が不気味だなこれもなんか有名な画家が描いた絵とかなのかもしれないね結構こういうホラーゲームだったりするとパブリックドメインのそういうね海外の画家が描いたものとかね使ってたりするからえーチェック・ザ・クロックはなど、時計天井の時計を確認してくださいあこれかあれかなシャープ 1? えどういうこと <laughs> なんかパート1みたいな感じになってるけど <laughs> えどういうことあーでも戻ることはできなくなってるなじゃあやっぱあそこの謎解きをなんかしなくちゃいけないんだよなシャープ1っていうのがどういう意味なんだろうなああったこの時計じゃないこれをチェックしたらいいんでしょでもどこが12時かとかが分かんないと何とも言えないよな あ時計を見たことによってここ開いたわ扉がそれだけでよかったのかなあーよしよしこれで1周目かなあでもちょっと謎解きが独特で面白いなちゃんと頭使わないと解けないタイプの謎解きって感じだないや気持ち悪いな何の絵これ花びらかななんかちょっと人の死体にも見えたよなでまたやっぱ同じような作りをしてはいるんだけど気持ち悪いこの辺からなんかふわーって聞こえる こははななんかかをやらかしてくるわけではないバスルームだねまたトイレのところにこれ鍵あるからこれ使えばどっか開けられそうだな怖わちょっと静かなのがかえって怖いな結構あるよねホラーゲームそういうのあまたなんかファーっていうの聞こえてんなこの扉もやっぱり開くとあーで時計は上にあるんだねなんか遠くでその化け物の声みたいなのもしてんだよなこれなんだ えちょっと動いてんじゃん。え何気持ち悪い。宇治が湧いてる的な感じかな。ああ、なんか。え、六々尾的な <laughs> リトルナイトメやつじゃん。めっちゃ首長いんだけど。ここは開かない。あここループ扉だもんね。そうだよね。これでもういいのかな。あっ、二周目 OK かな。よし。まあでもちょっと異変起き始めてると。あら、目玉親父が <laughs>。 <laughs> 清掃してますけどもそんなこともあるんですねやっぱなんか催し物があるのかなあらまた絵が変わってんなご丁寧にでなんか気持ち悪い空間の音してんだよなクーンみたいなあ嫌だななんかそろそろ叫びそうだな3周目ぐらいだったらなんかしらあるよねきっとねシャープの4あ4つ目の部屋みたいな感じかなあ鍵があるね あ、なんか成長してないなんかやっぱ食ってたのかなあの気持ち悪いなんかワームみたいのああいる <laughs> どうもあっそのやっぱ66尾のやつが伸びてきてるみたいなの演出してるのかなあれだんだんううううだんだんこっちに伸びてくるんじゃない気持ち悪いちょっとポップテイストなんだけどね顔はね <laughs> とはいえ気持ち悪いさ,さらにもう一周 はこれあれだよね時計のとこあーやっぱ伸びてきてるな <laughs> 伸びてきてるよねでこいつらがいっぱいいるからああこれはダメなんだいややっぱ PT 風ホラーゲームこの間が怖いんだよなそのゲームによってどれぐらいじらしつかも全然違うしさあなんか文字書いてあるな すっごい細かくいろいろ書いてあるけどちょっとまあ読みたい方は読んでみてくださいでまたあれかな時計のとこを確認すればいけんのかなーって気がするけどそろ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 相当首伸びてんじゃないねえ入るよあこわあいないと見せかけてのやつじゃん絶対もうこんなんな <laughs> いなくなったってことは逆に危険なんだよなあれ開かないえーと あやっぱあのワームなんだワームになんか食べさせてあげないといけないんだなあ取ったあワームを食ったのかな俺えあ、どんどん取れる全部食べちゃおうえ <laughs> 昆虫食ねブームだったりするもんね俺絶対無理だけどあまだだなクロックあまたもう一回時計を見に行かなくちゃいけないんだなえじゃあワームを食べた上で 食べたそ、そういうことなのかな <laughs> 翻訳あってるか分かんないけど、食べた上で、あー <laughs> すごい顔。お前も昆虫食得意なんだねみたいな感じで来たから <laughs> 僕も食べるんだよみたいな感じで、ちょっとテンション上がっちゃってきちゃったみたいなね。あー、いたいたいた。いやー、もうこういうのすげえ苦手。体ビクンとするわ。あ、でもまだループすんだ。 いやーまだ来そうだな目玉親父ルート口ももう回ってねいけど目玉親父がうまく言えてなかったなまたあれかなこの時計確認してくださいって言われそうなもんだからちょっと行くよあら増えてる <laughs> 3匹になってる昆虫食仲間かなあいつらまあでも今回その肝心のワームはいないなってことはじゃあ普通に開くかな開けていくたああいたいたいたよし大丈夫だよね 突然このループに入る部屋のところで襲われたりそうだもんなあ絵がなくなってるでなんかピアノの音ちょっと雰囲気変わったなクリア近いかもねうんでも部屋の構造は一緒バスルームなんか綺麗なピアノの音が流れてるからねそろそろ脱出してもおかしくはないんだけどもまあホラーゲームなんでね 脱出できるとは限らないさあ開けていくぞうんここまでは順調あすごい数字これあれなのかなループした回数なのかな99,521回ループしたいのかなだとしたら怖いねここ開けてくよこれ来そうだなあいないいないですねってことはまた何かミッションが課せられてるか こ開よとしてみるよあ、開く,開くの開くね。行ってみようか。いや、かえって何も起きないのが怖いね。かと思えば、なんか、縄が閉まるような音だね。首吊りしたいでもあるのか。左側から聞こえてる感じがすんで、ね。いや、やっぱこっちの奥から聞こえる感じすんだよな。音の雰囲気が。 そっちに首吊りしたいがあんのかもねこの壁の向こう側にはねさあでいつものようにまたループあ <laughs> こっちでした <laughs> 壁の奥とかじゃなくこっちでしたあれ新マンなのではじゃあねえあこいつ来ないのねほらちょっと足長だし新ンマン説あるわ <laughs> 信じるか信じないかはあなた次第ですですよこれうわ首がすごいことになってるよねこれね あ、バックだった。首じゃなかった。<laughs> 首なくなってるわ、もう。全部いかれてるわ。まあ、でも、ああ、鍵でかっ。これ取るよ。まあ、でも、リトルナイトメア1のね、シンマンも、首から上がね、モデリングされてないですからね。うわあこれじゃ首もがれんじゃない俺もシンマンだ、これ。来るよ。あれ来ないと、見せかけてのやつじゃないのい<や>怖いな 来ないの <laughs> 一回あそこでバーンってきてるからなだってうわこわっあー怖こわいこわいこわいいくぞまだ焦らすのかうんー不気味な絵だな目と口かな人の顔に見えるよねあーまた同じ絵だあ <laughs> 全部同じ絵だ気持ち悪いなバスルームは何もないかな じゃあ、さっきの首吊り死体がどうなったかああ、なくなってるね。この部屋も一役と、うん。あれシャープアスタリスクになってるね。でテーブルの上に鍵がある。じゃ、これでそのまま行きたいところなんだけど、やっぱ。そうだよね。<laughs> どうしても時計を見てほしいんだろうね。今何時そうね。あないよ 時計ないよチェックできないじゃんね他の部屋はあこわ開かないねえじゃあチェックした判定になってるあなってるちょ時計チェックしてないのにい<や>ルール破ってんじゃないこれヤバくないあまたピアノだ何この緩急怖いなあ <laughs> 一回バーンを出してから全然来ないっていうのが逆にいいねうんバスルーム急にでも地獄に突き落とされそうだな看護系もうなんか番号を刻むこともできなくなりああんか <laughs> ナンセンスなクリックやめろとまた言われるわ一応そのループ扉を確認してみようかあ開くのあ出れんの 見せかけてーじゃなくて出れるタイプ。<laughs> <laughs> <laughs> 絶対に番があれって <laughs>。ちょっと待って <laughs>。右肩下がりのゲームじゃない <laughs>。<laughs> 最最高最高大抵のホラーゲームなんかはその最後さもうすっごい盛り上げて盛り上げてバーンで終わってさ「あー怖かった」で終わるところやっぱこう右肩に一回下がってくっていうね <laughs> これからの時代は右肩下がりなのかもしれない。うーん <laughs> ということで今回はまたちょっと一風変わったホラーゲームの方で遊んできましたまたこんな感じでいろんなホラーゲーム実況しようと思ってますそういった動画気になる方はぜひチャンネル登録して取り残す欄に入団してみてくださいねグッドボタンの方もよろしくお願いしますということで今回はこの辺ではまた別の動画でお会いしましょうご視聴ありがとうございました